決まった、うまい、どうや、すごい、はい、今日はですね、何やってるかというと、これどんな企画かと言いますと、普通にいつも通り PK 対決をしていくんですけども、そのね、PK がボレーに変わっているということです。コーナーキックの場所から蹴ってボレーしないんですか？あ、ちょっと時間かかりそうなのでやめときます。まあ、できねえだろ、お前は。まあ、やめとくか。普段の PK よりも多分難しくなるよね。もちろん両方難しい ね、枠内に入ったら取るのも難しいし、そうそうそう、枠内に入れるのも難しい。そうだよね。じゃあコバ負けるか、いつも通りなら。いやでもまだやってみないと思うけど、分かんないじゃん。それは全部そう、それはそうだけど返し弱いな。やってみないと分かんない。どう、じゃあ勝ちそうな、お前は。いやまだ負けそうか。負けそうなんかい。負けねえよ。負けねえよな。負けねえよ。ドロジェはないよ。ドロジェはないね。もう一応スポーツ系 YouTuber 目指してますから。はい、間違いない。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速やってみましょう。せーの。はい、PK の細かいルールなんですけども、1試合3攻防で、点を取った方が勝ちになります。これ、負けた方は罰ゲームあります。いつも通り、ビリージになっております。負けたビリーが1位にささやかなプレゼントをあげるという、罰ゲームになっております。ボレー PK の説明なんですけど、サティがこっから上げます。上げたのをロボで入れば得点、止められたら得点じゃないということで、シンプルです。やっていきましょう。チゲチームギミックパワー対戦決め、対戦決めじゃねえだろ。やるだろ、家帰ってやれ。家帰ってやれ。いや今やりかえ。今やります。大勢決めよ。今やり直せんすよ。今やり直せんすよ。やり直し、今やれ。家帰れって。家帰れ。今やり直せんすよ。せーの、グッドパーでこれでしょ。別れましょ。やった。珍しい組み合わせだね。これだけだ。アキトと対決しちゃいけないのこれだけなのに。スポーツこれだけ。なっちゃったね。それだけだよ。ユウト VS チカヤ、アキト VS アッコまでやっていきたいと思います。はい。ちなみにこのポーズはどういうポーズ？マジで分からん。俺もこのポーズ分からん。何のポーズ？体温体温。じゃあカモメ逆さになっちゃってるポーズでした。ブブー。もうダメだ、そんな時。ここ負けたらちょっとめんどくさいよ。いやマジでそう、うん、ビリケツの解除ポーズ行きたくないから。でもコバだぜ、どうせ来るの。まあ確かにコバだけど、あるじゃん、あいつもスーパープレイすることが。ないないな。ない。じゃあ負けてもいいよ。だから1位になるために頑張る。確かに、頑張ろう。最下位はない。とりあえず枠内にぶち込めば、ユートはビビリなんで決まります。Shall we dance? 勝ち込むぜ、これ。勝ち込まれたら取らねえ。入れ返すだけ。ダイヤしたですね。アリメーダリー。はい、OK。打った後もできるわけですか？打ったらいい。OK。一回表で攻撃。はい、来い。ちょっと多分これリプレイ見てもらったら分かんないけど、こいつ打った瞬間こうやってやつで、えぐい、うわー、お前さ、お前あの距離で近いわってやってやってるめっちゃ怖いかんね。やれんのか、空気。もうダメだ、そんな時。ずっとあのやばい、あ、でもビリケツコバか、大丈夫か。おい。うまい、決めたー。いくよ。うわー。さあ、先制点は言うぞ。シャルウィダンス、シャルウィダンス、まずい。ここ1点は欲しいです。この1点は絶対取ります。さあ、うまい、逆をついた。うわー、うわー、ブラー、ブラー、うわー、めっちゃ唾も飛んでそう。近っ、
ブラこんな距離で浴びたの初めて。捕まえてんの空気を、はい、捕まえてここに空気を乱して窒素取り除いてるよっていうギャグね。オーケー、おまじで僕らポンコツライダーズ、ここは絶対に止める。1回裏決めろ。あー浮いた、ここ絶対に決めます。もう負け顔してる。うわもう顔も終わってんもん。Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? もうダメだそんな時。大会表で。うまい止めた。うわ止めた。しかし、うわユウトの様子がやばい。セレブレーションをしっかり行う。俺はこっちに蹴るから。オーケー。よろしく。駆け引きだ。決めたら勝ち。3回裏いきます。うまっ、うまい、いく、うわー、いく、ありがとう。シャルウィーダン、非常にまずい。なんでなんで。始まる前から分かるこのまずさ。普通にやって普通に勝ちます。おじいが。ただ一個言わして。はい。おめえも根っからポンコツだから。別にサッカーは上手いよ確かに、はい、実力は。はいはい。サッカーでコバに負けることはありません。そうやって言ってくれれば言ってくれるほど俺の魂が燃やる。サッカーで負けたら俺はエンドレスにいる意味がない。ならそういうなら俺はお前をこのチームから排除させてもらう。まあまずはサクッと決めます。いきます。どうや、すごい、すごい、すごい、読んだぞ今ギギポンコツ止め。あ、近谷さん今回決勝じゃないですか。ビリケツです。あ、ビリケツなんですね。決勝戦えないんですよ、近谷さんと。戦えないです。あ、オレンジカッピーマンなんですか。そうなんです、やっちゃいました。じゃあ決勝戦は俺暴れちゃいますね。お願いします。喋られなくさせてやりますぜ。それでは1回裏のコマの攻撃スタート。いきます。おーし、おー危ない。てかお前どこで蹴った今。ヒギ二段蹴りっと。どこで蹴ってんだよ。入るときに決められたらマジ終わり。ただまあ今日ディフェンス力がすごくいいんで防衛で勝つ。2回表いきます。いきます。よし、外した。おい読まれて動揺してんじゃねえぞマジでよ。でしょうね。神様ここ決めて出してくれ。決まった。うまい。セレブレーション。セレブレーション。しゃ、やばいって。おい、どんとこだよ。おお、いい。サッカーナンバーワンチームとか言ってるやつに勝ちたいと思います。見ててください。決めた。決めてきた。うまい。危ない。よし、決めれば勝ちだ。そうです。決めれなそう。アクセサリーは。それではコバ決めたら勝ち。強い。やったー、ノーゴール。いやでもうま、俺ボレちょっと楽しめたよコバくん、ありがとう。ノーゴール。また来たってことはじゃん、強っ。視聴者の皆さん大変お待たせいたしました。試合を決めたいと思います。アクセス完了。やりました。
フォースです。オッケー、あ、決めよう、絶対決める。アクセス完了、アクセス完了、アクセス完了、うるせえ、外したら負け、アクセス完了。決まるか、全然し、あの頃でも入るんだから。そうだな、あ、止めたら勝ち、いきます。決まった、うわ、ここで決める。まだ終わらせねえ、止めた。うわー、止めたー。よし、時代はすねる、止めんだ PK を。もうチャンス来ないと思え、もう来ないな、止められないもん。ちゃんと負けだよお前、これ。これやべえ、アクセス完了。何の話をしてるか。はぁ、いったー、うわー、よし、うわー、次元、ようこそ決勝の会場へ。あの、この会場ってインしなくていいんですか。この会場は自由だ。変にするとかいうルールはない。3年ぶりだー、言いといたの3年ぶりだーPK の会場だったらもう決勝常連なんで。いいですよね、なんか皆さん言ってますもん。ああ、おお、また来てくれたもん。そうですね。いやまあけど、本当にもう夢のようなあのフィールドなんで、うん、楽しみたいと思います。緊張しなくていいから、お願いします。じゃあ、決勝で、わあ、惜しい。今日2回目のポスト確実に決めます。強い、もう決めるだけです。強い、うわ、惜しい。皆さん勘違いしてると思いますが、これはビリ決勝ではございません。決勝戦です。ほら、もういつか決勝の舞台行ってってよ。君はどこから来たんだい。僕はビリ決勝の人間です。あ、そいつは入ってきたんだ。ああ、俺だっていつか、いつか決勝のとこで行きたいだっぺ。ああ、俺はだって行きたい。いい子はああいうのを真似しないように。何回思って。強い、もうマジ決めるわ。次いきます。うわ、惜しい。うわー、いくい、決まんなきゃ意味ねえんだ。すごい。おー、なにそれ。安心してください、決勝戦ですよ。会場は間違えてません。決めたらプレゼント。入ったー。ごめん、違うかっちゃった。以上、ありがとうございました。ダッチザウィン、なんじゃまいるんだよ。助けるチュー、最悪や。俺なんかが決勝行っちゃダメ。じゃ実力もないのに上行こうとすな。ここでしっかりと血固めて頑張るんだよ。めちゃくちゃやりづれえ。難しいっすね、チケット。まあ、ここにいるな。ビリツケさん珍しいかもしれない。そうだよね、本当に。ここも負けません。まあ、多分勝てると思う。あー、ダメだ、これやりづらい。やりづらい、罰ゲームかかってるからね。マジそう、ビリーチ師匠言うてなげんの。はい。ビリーチは腐るほど上げてきたぜ。もう上げるもんがないぜ。入った。
えぐい、エグシュー、ディリケン調整ですよね、ここ作るとこ間違っちゃってますよ。いや、僕はまだまだ後ろ気持ちがあって、いやいやいや、あのコース決勝戦のを見てないですよ、あのシュート。あれすごい、作るとこ間違っちゃってる。いやー、今の良かったね。もうやだわー。じゃあマジで負けてらんねー、行くぜ。とりあえず決めたんで抑えます。決めたよし、 OK。 いや、いいとこ決めてきたわ。ちょっと止めづらいよね。どうせよかったね。はあ、ただ決め返してもいいだけです。では2回表、あー長ーれ、右端バッチン決めて。それでは2回裏、正面入ってないんじゃない、今のは入ってない、ここ全部超えないとダメだよ。そうだね、入ってないですか。危ねえから取ったんだね。勝敗がかかってるんだ。ビデオ確認をさせろ。この目で見ないと納得がいけない。多いだ、お前からの距離は分かんねえだろ。この目で見させろ。多分ね、かぶってる、映ってないんだ。無理か、ここ決めたくらいでやばいね。絶対に決める、ここ決めん。うまい、いくいくいく、強いシュートが決まった。やばいやばい、決めなきゃ負け、マジやばい。決めればいい話、あいつを地獄に叩きつけます。うわわりいわけじゃねえんだ。負けた後どうやって次決勝に上がるかを考える。素晴らしいシュートだったよ。リーダーよし、まあ、本当にさっきからかったこと言わないぞ。マジで、はい、本当に、はい、お前さ、はい、サッカー大会でのお前だけだし、はい、ウィナーズで影響受けたりして、はい、なんでいるんだよお前。サムネ詐欺とかじゃない脱退です。あれです。ガチガチの、はい、うん、まあしょうがないなんか理由をつけたごめん、ちょっとさ、ごめん、あ、きっと俺から頑張ってこいよ。もうダメだ、そんな時はリュウズトップ。1位リュウト、ありがとうございます。そしてビリになってしまったのはアキト。珍しいね、珍しいね。もう終わりだね。いよいよだね。こうなったらいよいよだわ。ちょっと俺もね、立場考えないといけない。現実的な話、アキト演者交代だ。マジでありえん。負けてしまったアキトはユーズにプレゼントあげてください。他にもね、PK だったりボレーはね、いっぱいやってるので、そちらの方もぜひ見てみてください。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、高評価。します。それではまた次の動画でしょう。じゃあねー。今日も見てくれてありがとうございました。まさかのアキトがビリー。明日の動画、負けたらレガシー購入。せーの、バモン。何で勝ったか全く覚えていませんが、ラムネがアキトからいっぱい届きました。多分ビリーチ。ありがとうございます。次も絶対勝ちます。